ちは。ここは東急東横線の東博楽駅。今回なんですけれども、この東横線のですね、東博楽駅から横浜駅までは以前は地上線を走っていたんですが、現在では地下になってますね。で、その地上線だったところのルートを歩いてみたいと思います。現在ね、東横フラワー緑道って言われてますね。これを今日は歩いていきたいと思います。それじゃあ早速出発しましょう。よろしくお願いします。ここに東博楽駅があるんですが、この駐輪場をスッと抜けて、この線路沿いを歩いていけばいいんじゃないかなと思ってます。とりあえず歩いていきましょうね。ちょうど電車が来ました。みなとみらい線の車両ですね。ここは東横線が地下に入っていく道なんですが、ちょうど電車が来ましたね。横浜方面の電車が来てます。都心線の車両でしたね。ここはね、もう直通列車が多すぎて、いろんな会社の車両が走ってますよ。面白いですね。で、今も東横線の車両が走っていきましたが、今ですね、トンネルの真上に来てます。トンネルの真上こうなってて、向こうに行くとこのように緑道になってるんですね。ここをまっすぐ進んでいきたいと思います。こうね、線路が地下に入るのと同じように下っていきます。面白いですね。この東横線が地下化されたのは2004年の出来事です。2004年に横浜から桜木町の東横線が廃止になりまして、その代わりに港未来線ですね、元町中華街から横浜駅まで結ぶようになりました。それがですね、みなとみらい線、地下鉄だったんですよね。そして東横線は地下鉄のみなとみらい線と直通するために、ここ東博楽から、東横線を地下化しまして、このようにこれ今真下走ってるんですよね、線路が。今まではここを高架で走っていたみたいですね。それが地下化され、横浜駅の東横線ホームもね、変わりましたよね。昔はね、東横線で桜木町までよく行ってましたね。東横線、横浜から桜木町はね、JR で行くより東横線で行った方が10円だったか20円だったか安いんですよね。確かね、初乗りが120円だったと思います。違ったらすみません。そしてこの東横フラワー緑道は、東横線の地下化、そしてみなとみらい線の開通に伴い、ここを使わなくなったところ、じゃあ遊歩道として整備しようということで作られたのがここですね。ここもね、さっきから電車が通るたびに、ブワーッと音がすごい出てますね。ちょうどここに地図がありますので見てみましょう。今歩いてきたのはこの辺に東博楽があって、こうまっすぐ東横フラワー緑道現在地ですね、丹町方面に向かって歩いていきます。ちなみにこの辺りにですね、東博楽と丹町の間に以前新太田駅というのがあったみたいなんですが、これも高架化されてた時の駅なんですが、もうないですね。全く残ってない。この辺りにあったっていうのは確かみたいですよね。この辺りは降格されていて、こう地面を線路が走るっていうことはなかったんですが、このようにですね、モニュメントとしてレールを残してくれてますね。ここも汽車道みたいで、ここが線路だったんだなっていうのが分かるようになってます。これね、まっすぐ歩いてたと思ったら、今度はね、一段下がったところにまたこうして線路があるわけですね。ここもね、ほんとただのモニュメントではあるんですが、こう残してくれてるのはね、なんだかありがたいことですよね。ここにも鉄道の線路が残っているわけですが、ここから先はですね、このように目の前の階段を登りたいと思います。多分この階段から先はですね、高架だった頃のものを使ってるんじゃないかなと思いますが、ちょっと登ってみないと分かんないんですけど、違ったらすいませんって感じですね。この鉄橋は昔から使われていたものと思われます。東急東横線がここを走っていた頃に、ここを走って、ここをですね、このように遊歩道と貸して見たんじゃないですかね。多分これそう、もう絶対間違いなくそうですよね。そして遊歩道を歩いて到着しました。ここが東急電鉄東横線丹町駅です。この駅舎もね、建て替えたのかな、ちょっとそこまで覚えてはいないんです、申し訳ないんですが、現在ですね、東博楽駅からずっとまっすぐ来まして、緑道をまっすぐ沿って現在丹町駅です。ここから先、高島山トンネルを通って横浜駅に向かいます。こんな感じでね、赤いこのレンガっていうんですか、
石畳っていうんですね。この赤い石畳がですね、線路を思わせるような形がしてていいですよね。デザインが凝ってますよ。さて、丹町駅を過ぎて、ここは高島山トンネルですね。ここをね、東横線が通ってたわけですね。で、駅はですね、ホームはこの辺まであったんじゃないかなと思います。ここですね、高島山トンネル、ぐっていきましょう。まあ、もちろんね、そのまま鉄道が走ってたトンネルをそのまま使ったわけではなく、一部改良してという感じですかね、これは。工期が平成20年1月から20年9月、8回やつで終わっちゃうんですね、すごいですね。もうね、ここもただのトンネルなので、東横線が走っていた形跡はなく、もう改良工事も済ませてあるのでどこにも形跡はないんですが、まあ、人が歩くにしてはやたら大きいトンネルって感じですもんね。これがですね、東横線が走っていたという唯一の痕跡ではないでしょうか。天井高いですよ。さて、全長173メートルだったかな、この高島山トンネルを抜きまして、ここ今下り坂になっているんですが、本来の東横線であれば高架をまっすぐ抜けて、高いところを走っていたみたいなんですね。このように地面には行かなかったと思っています。ちょっと画面ではわからないかもしれませんがね、ここかなり急な坂道なんですよ。こんな急な坂道はね、鉄道は登ってはいけないので、この隣にある石垣、この石垣レベルくらいを走っていたんじゃないかな。もうちょっと上か、多分もうちょっとこの石垣より上あたりを走っていたのではないかなと思います。もう間もなく東横フラワー緑道も終点に差し掛かりますね。ここがもう終点ということでいいのかな。目の前には JR イーストホテルメッツがありますが、本来であればここをまっすぐ東横線が突っ切って横浜駅方面に入っていくといった感じでした。これもね、橋がかかっていたんじゃなかったかなと思うんですが、さて、まっすぐ進めなかったので回り道してるわけですが、ここはですね、東急が何か建設してるみたいですね。ここはもともと東急の列車が走っていたところですからね。この辺から見えないかな。ただね、この奥に見えてるのは東急の東横線が走っていた跡なんじゃないかなと思うんですが、横浜駅ってずっと工事してますからね、何が残ってて何が消えたのかは分かんないですよね。さて、横浜駅北西口駅前まで歩いてきました。こんなちっちゃい横浜駅の入り口もあるみたいですね。で、多分このね、上を歩いて渡れるところが昔東横線が走っていた列車の跡なんじゃないかなと思いますので、この上も登ってみましょう。やはりというか、なんというか、ここはですね、東横線が走っていたところですね。向こう側に東横線のホームがあったみたいなんですけど、もうここはこのようにエスカレーター、階段ができちゃってますね。ここもまっすぐ進むことしかできないですね。登ってみますか。かつてここをまっすぐ走っていった東横線は、丹町を抜けて東白楽まで高架線を走っていたものと思います。現在では、地下化されて港未来線と直通運転を行っております。今立っているところもね、多分ここは東急東横線横浜駅のホームだったところのちょっと上のところにいるんですが、まあまあまあ、こんなこと言ってもね、今はもう地下化されてますからもうないわけです。ということで、今回は東横フラワー緑道を歩いてみたよという動画でした。ここが東白楽と横浜駅までの廃線跡ですね。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価のボタンもポチッと押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。